います、はい、まあ、次はまた違うカスミの楽しさを教えてくれるということで、そうですね、次はこういうやつする、はい、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつっすよ、やっぱり絶対伝わってないですよ、伝わってないかな、絶対伝わってないと思う、もうちょいでかいっす、もうちょいでかい、もうちょい、もうちょい、これぐらい、こんなある、魚種変わってくるね、これ魚種変わりますね、魚種変わるね、これ、うん、多分トネ川にいるやばいやつだよね、やばいやつ、うん、いわゆる怪魚と言われる、怪魚と言われる、チャネルキャットフィッシュ、チャネルキャットフィッシュ、チャネル、チャネル、そう、まあ、そうそう、まあ、ナマズっすよね、ナマズですね、ナマズ、ナマさんっすよね、ナマズっすよね、ナマズっす、ナマズを釣りに行くんで、はい、あの餌を買いたいんですけど、どれが決めていいんですか、逆にどぎついのじゃなきゃ、どぎついのしかやりたくない、負けなきゃいい、じゃあ帰りますじゃあね、そういろいろありましたけど解散ってことでいいですかね、解散ですか、じゃあ解散しましょうか、解散しましょう、お疲れ様でした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 、なんて言うんだっけ、はい、おじゃのおじゃのさあ、最終号しました、よーい、解散じゃなかった、一回解散してね、なんだかんだみんなキャットが釣りたいということで偶然ここに集まったんですよね、そうですね、偶然、偶然たまたま集まって、そうやってますからね、一回ね、やってるやってる、もう地元でキャット釣りといえばもう我々我々チーム茨城、チーム茨城、あ、これね、キーって言ったらもうぶっ殺されますから、やばいですね、茨城ですから、茨城、まずはこれですね、まあまあ、まずは、あ、はいはいはい、まあ、まずはまあ定番のレバー、レバー、レバーっす、これはまあよく聞きますよね、よくプルンプルン、うん、プルンプルン、プルンプルン、プルンプルン、舐めちゃれどこの野郎めっちゃやる気ありますね、やる気あるでしょ、はい、レバー片手にやばいでしょ、やばいですね、やめんじゃねえぞこの野郎、頭おかしいですね、そこまではねみんな思いつくんですよね、そう、ここまでは思いつきます、なるほどなるほど、うん、こっからっすよね、こっからっすよ、うん、やっぱキャットも美味しく食べたいということで、そう、はい、こちら、はい、生ニンニク、どういうこと、ね、はい、こちら生ニンニク、あ、ぬる、ぬる、やっぱりこれだけじゃね、なるほど、うん、やっぱそこがプロフェッショナルだよね、あー、な、加工を加えてきた、そう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 、さらにさらにさらにこれエビにまぶして焼くだけ、これガーリックシュリンプ、さらに味付けめっちゃするエビもつけちゃう、なるほどね、エビもつけます、なるほど、どうよ、じゃあ具は1個ってことですか、具は1個っす、具は1個っす、ただちょっと料理しちゃうよ、あー、なるほど、なめんじゃねえぞこの野郎、なめんじゃねえぞこの野郎、こういう感じです、なるほど、はい、あ、具1個か、具は1個っす、なるほど、じゃあうちらと全然違いますね、おで、まず1個目、まあ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 、まず1個目、はい、まあ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 、こうですね、これですね、レバー、まあ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 、でも、なめんじゃねえぞこの野郎、そういうことですよ、まあまあまあ、これは1個ね、次はまあこちらですね、おお。フィッシュソーセージ、聞いたことあるね、聞いたことある、聞いたことある、ある、いやでも勝ちに行ってますから、そう、まあ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 、まあ、パターンを探るっていう、うん、はいはいはい、やっぱ2人で複数でやる釣りの醍醐味、チームプレーってこと、チームプレーなんだ、なるほど、はい、同じことやったらね、釣れなかったらしょうがないですからね、出た出たからね、そうですよ、茨城のこの強固なね、そうチームプレーを見せますよ、なるほどね、はい、はい、最後ですね、最後はまあちょっとやっぱ匂いが強い方がいいのかなっていうことで、うんうん、こちらこんにゃく、こんにゃく、新しいねそれはそれは新しいね、動きもね、ちょっとあのそうプルンプルンで動きで誘いもできるのかなっていう、なるほど、こういうやこういうヒランヒランっていうことで、これそれ東京っぽいですね、うん、東京っぽい、東京っぽい、こんにゃくが、こんにゃく東京っぽいです、経験あるんですかキャット釣り、ないです、ないですか、はい、ルアーでしかない、ないがゆえの選択ですよ、あ、なるほど、はい、ちょっと見せ、まあ、見せちゃいますか、まあ、じゃあ、まあ、片手でちょっとひねってやりますか片手でポンってね、罰ゲームは、罰ゲームどうします、罰ゲームは、まあ、じゃあ我々が勝ったら、まあ、ツイッター SNS のツイッターアカウント名をちょっと変えてもらいたいなと3日間三本選手で、はい、やっていきましょう、はい、
カンカンカン絶対やると思ったよし、ヤンキーややるぞやるぞ。リグロ、リグロヘビダンヘビダンヘビダン、ですね、フリーリーグいいじゃん。味付けなんていらないんだから。そうだよ。まずね、これからいきます。レバーレバーからいく。レバーレバー、やっぱ適当いいね。私キャット釣ったことあるけど、キャット釣ったことあるけどさ、釣りに行ったことはないじゃん。はい、偶然釣れ、ああ、危ねえ、危ねえ、ちょっと釣っちゃった、ごめん。いやいや、よし、よし、行こう。マジ？マト？マジ？ちょっと上に、竿上に上げてみて。わあ、乗った乗った、すげえ、乗ってんじゃん、乗ってんじゃん、乗ってん、ちょっと待って、ちょっと待って、網網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 網、乗ってんじゃん。え、抜けた？うわ、いけ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 、負け負け負け。イエーイ、釣れやなんだよ。おい、釣れた釣れた。どうしたんだ、どうしたんだ、東京もんよ。これキャットっすよね。これは、あれ、え、なんだこれ、これキャットっすよね。これなんか土のう的な、土のう袋じゃないですか、これ。やるね。やるね。ちょっと、まあ、1本ぐらいはハンデだね。まあ、1本ぐらいハンデでしょ。あ、待って、あれ。ハンデ、ハンデ、ハンデ。待って、待って。おぉ、めっちゃ今持ってかれた。めっちゃ今グンって持ってった。何ですか？これ狙ってるんですよ。何ですか？それ何ですか？これあのナマズっていう。へえ。ちなみにちょっとまああと1匹でこっち終わっちゃうんですけど。ああ。大丈夫ですか？何ですか？これ大丈夫ですかこれ？あ、くれるんですかそれ？何ですか？これナマズ。煽ってんですか？煽ってます。シンプルな煽り。シンプルに煽った。茨城ラーメンじゃねえだめね。やーやべ。くっそー。いいじゃん。
本釣れたんだよ。三本だよ、早掛けだよ。ダメじゃねえとこだよな。ダメじゃねえとホームだぞバカ野郎この野郎。負けちゃったよ。やっぱニンニクが良かったのかな。ニンニクじゃない？違かったもんね、こいつ。ニンニクとシュガーなんとかシュリンプ。まくったね。しかも見てくださいよ、フルフッキングでしょうよ。フルフッキングだね。フルフッキングでしょうよ。絶対バレないですから。あー気持ちよかった。今の最高、最高。ギュイーン来ましたから。取れてんじゃないかな。目玉取れそう。目玉取れそう。ちょっと今のやばい発言だ。あー楽しいなフルフッキング。私今日